白岩園庭付近の空中写真。画像中央付近、連続した砂防園庭が見える。1977年撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成。白岩園庭は、富山県富山市、中新川郡立山町にある砂防ダム。立山カルデラからの土砂流出を防ぐために作られた。 1858年に発生した飛び越し地震の際に立山カルデラで発生した稼働閉塞が決壊し、大規模な土石流が発生した。死者、行方不明者は200から300名に及んだという。その後、立山カルデラから供給され続ける土砂のため、富山平野は度重なる水害に悩まされることとなる。1906年に、上岸寺川本川が、 湯川東砂防を指定地に編入され、翌1907年に富山県営による砂防工事が展開される。当初は湯川上流の大江原屋で工事が行われていたが、1913年に現在の白岩園庭付近で湯川第1号砂防園庭が着工される。6年の歳月を経て、1919年に湯川第1号砂防園庭が竣工した。しかし、 その年の出水により発生した土石流により被災する。1922年には復旧工事の結果、再び湯川第1号砂防炎邸は復旧を果たすが、同年の集中豪雨災害で再び被災した。これを契機に県は内務省に工事が困難であることを陳情した。時を同じくして関東大震災により土砂災害が多発した神奈川県における、 砂防事業展開のため、1924年に従来、複数の県を流れる河川を対象に、砂防事業が行われていた砂防法を改正し、単独の県を流れる河川に対しても、砂防事業が展開可能となる。1926年には、県営工事から直轄砂防に移管することとなる。昭和14年、着工から8年の歳月を経て竣工する。 春工当時は本園庭と2期の副園庭のみであったが、度重なる出水による川床低下により、潜屈対策のために新たに副園庭が造行され、現在は本園庭に7期の副園庭を有する構成となっている。白岩園庭の第一副園庭は、県が施行した湯川第一号砂防園庭の停滞の一部を利用している。2009年6月30日に本園庭、 福園庭、床型及び放課区枠が白岩園庭砂防施設として国の重要文化財に指定された。砂防施設では初の十分指定となる。2017年11月28日付で重要文化財白岩園庭砂防施設に本宮園庭と泥谷園庭が追加指定され、指定名称が上岸寺川砂防施設に変更された。ありがとうございます。